プリントですね、貞子さんはスーパーで買い物をしました。バナナが246円、海鮮タコライス398円、4と6足して10だから23、こうやったら簡単だよ、私はあの伊平屋村の野保島という小さい、周囲 4.8 キロという小さいの島に生まれ育ったので、沖縄戦の時に自分が住んでいるこの島にも戦争孤児が8名ほど大人がこう引き取ってきて育てている、そういう戦争孤児に出会ってですね、実際にその学校に行かせてもらっていたのはその中で2人だけ、あとはまあ養ってはくれるけれど学校に通わせるゆとりがないと、学校に行けなかった、そういうあの人たちがいるんだなというのは幼い頃から知っていましたし、戦争孤児で学校を出られなかったこういった方々を中心に夜間中学を開設したというようなことがありましたので、ボランティアとしてこのこちらに来るようになりました。こんばんは。こんばんは。台風平気でしたか？ダメだった？なんとか。スタートした時は定員20名のところに定員オーバー来ちゃって1年間待ってもらった方もいた。とにかく待ってたんだっていうことを皆さんおっしゃってたんですよね。だからあの渇望してるっていう感じです。学校に通うっていう、そういう自分を渇望してた、そんな印象を受けてますね。2004年の4月から始まったから今年で12年目になったのかな。ここに計算してここ空いている交代のところを間違えたらもうすぐ中だから。君の方、私はですねお店しとったんですよ、雑貨屋しとったからね、うちなんか学校歩かないんですよね、あの家山だったからね、八重山でだったからして、兄弟がゴミを掘ったもんだから、うちのお家は貧しかったんですよね。だからうちのお母さんはね、台湾に疎開せばよかったんだけどね、あの台湾に疎開しても無料なのよ、いちゃんだ船から乗せていってね、あっちでちゃんとあれしてくれるんだけど、うちのお母さんもこれだけの子供引っ張ってね、お金もないし台湾に行ったら大変だからね、あの行かないって自分の山に行ったんです、畑に。したら畑に行ったら無事食いなんかあるでしょ、食べ物だから。だからね私が言うのよ、いとこなくうちのお母さんばっかだったって、あの生き残るためにはね、台湾に疎開すればみんな元気で帰ってくれるんですよ。いや山に行ったもんだ、山に行ったもんだからね、マラリアで、ね、死んでしまったの、うちの家族は。伊原よし子さん、はい、はい、大城博さん、はい、国にもされる、そういうふうに私は覚えてます。4歳でございます。あのリックを背負ってテクテク歩いてました、父と。あの疎開、あ疎開っていうんですか、あのそれもあの、ウードクミシ、方言でウードクミシっていうんです。ウードクミシとカッチンヘイバラっていうところにあのお世話になりましたけど、その時あのアメリカさんのテント小屋にあのお世話になりました。そしてで母はもうずっと病気でしたので、その外人さん のこのカバのお家であのずっとあの病気を治してもらいました。もう寝たきりで、母はもう熱がすごくあの熱がいっぱいあの出てて、それをあのずっと外人さんに治してもらって、それからあの元気になって、妹弟がみんなで6名、その後4名生まれまして、で、7名もう今日生まれるという日に母がもう天国行っちゃったんですね。それから私はもう妹弟の面倒を見て、で私はあのおじさんおばさんのとこにあのお洋服屋さんにあのお勤めしてたんです、あの住み込みでずっと。
だから何にも分かりません。あのはがきも書いたことありません。あの手紙も書いたことありません。もう何にも分かりません。はい、小峰さん、はい、ブレイクファースト、オッケー、食べてもらって、食べてもらって、次、ブラッシュ、何もあの学校を歩いてないで、戦争で5年生でやった。本もないし、ノートもない。歌ばっかしを歌って、雨降りにまたそこ家に帰って。もう自分なんかは、黒板だけど、あの前は海ですよ。海だからね、一夜橋しといて、またあの、一日で作ってね、小さい橋、歩く橋。してからこの橋からね、降りして、また富城のかかずの森でね、あの平定さんが穴掘ってあるのを、自分なんかはザルに入れてね、土運ば、毎日、外に土運ば。衣がこっちに、四五歳になるあの衣が、この岩の前にいるがね、アメリカがすごい、重力、パンパンパンして。泣いている子供はすぐ殺しやった。昼はアメリカが来るからね、あのお母さんたちはみんなあれしちゃった、あの交換されて、自分なんかはまだあの11歳からな、だからね、自分なんかにはチョコレートあげた。自分なんかには一つ上だったらみんな交換されていた。大変だったよ。はっきり言って何だろう、本当にあったことっていうのはしっかり、受け止められてないけど、まあそれぐらい今の日本ではありえないことが70年たった70年前に起きてたんだなって思いました。言葉にできない。もともとこういう沖縄にいたら小学校から嫌でも聞かされるんですよ。そのだからどんだけ戦争がひどいことかとかがなんか嫌々聞かされてると、なんだろう、分からなくなってくるんですよ。もう毎度講演を聞くたびに早く終わんねえかなとばっか思ってましたね。でも今年の慰霊の日は身近な戦争体験者から話を聞くことが減ってきているっていうことで、夜間中の生徒から話を聞く会だったんですけど、そのこともあってかやっぱり身近な人から聞くのは大切だなと思いました。受けさせられてるとダメなんです。自分から受けに行って、その何ですか、聞こうとする意欲というんですかね、それが大事だと思う。それがちゃんとしてきたからやっぱり重く受け止められたというか、軽くあしらわなくなったというか。自分たちに大事なのは知った上でどうするかが大事だと思うので、こういう受け止め方はしてるんですけど行動ができないんですよね。何をしていいかというもの。戦争にならないとやっぱり分かんないけど、そのいろいろ話聞いたのを考えたら、やっぱり戦争はしたくないし、被害者にも加害者にもなりたくないです。よしこは子供の頃より現在今後ずっと歩く人になりたい。太陽も大好きで一年中日焼け。することやることみんな難しかったね。だけどこの学校はね、点数つきました。あんたは100点、これは0点って、ただあんたの後ろからついていけばいいさという気持ちで私はよ、はい、あの7年目でもね、あのいくら学んでも目が悪いからお家で勉強しないさね。ただもう健康のためにあの学校出るって言ったらよ、あの朝はきちんと起きるさね、して
正しくご飯も食べるさね、して、まあ、体操もするし、歩け歩けもするさね、また洋服なども着こなしも上手になるさね。お家の人はみんなもう悪いのしか着らんでしょ、洗濯するの大変だから。学校は宝ですよ。学校はね、人の宝じゃなくて自分の宝なの、学校というものは。だから私はみんなにね、学校歩いた方がいいよって言ったら、人生もあといくらね、だからこれ学ぶ必要ないという人が多いんですよね。やっぱし学問は宝よ。教育のうんと力を入れたら日本はもっと栄えますよ。私はそう思う。2.84 1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 .84したらね、前向きに。これすごくない？あ、これも超バランスいい。このくらい右パラインが上手ですね。水のバランスも綺麗だし、月も。この間台風で授業が休校になりましたけれど、こういった時にはこのこちらで学んでいる生徒さんたちはすごく残念があるんですよ。勉強の機会が奪われたという。私は11年こっち通っていますが、ただの一度も授業を休んだことはありません。彼たちのこの熱意に打たれてね、自分のその与えられた時間はせっせと通ってやってきてるんですけど。ずっと大和と沖縄の関係というのは植民地、大和が沖縄植民地してるってずっと思ってます。今でも考えてますけどね。じゃあ大和に言われて、そういう構造の中に自分はいて、でああいう悲惨な戦争が起こって学校に通えなかった、ってそういう人たちに自分ができることをしなくちゃいけないんだっていう、でできることをしようと思ってるだけで、それを黙って見過ごしているっていうにはできない。Thank you.